こんにちは。写真家の湯浅です。えー、ヒメボタルの飛ぶ時期も終盤に差し掛かってきましたね。えー、昨夜も出かけてみましたが、私が行ったところですね、まあ兵庫県の真ん中よりちょっと北あたりですけど、やや数は減っていましたね。今回は撮影した写真からの後処理のお話です。え、ヒメボタルの撮影は、私もよくやるように、マニュアルの最大露出時間である30秒、 まあるいは周りの明るさとの関係からまあもちろん本来でしたら、えー、可能な限りですね、まあ、バルブで長時間の1枚撮りが、まあ、理想的ですよねえ数が必要ない場合はあっさりこう1枚撮りなんかでもいいでしょうねえ私も去年から結構やってるんですけどどうもですね色がおかしいんですよね、えーこんな感じ ななんんかい,まいち、えー、パッとしないんですよね、えー、どこが悪いのか、えー、調査中ですけど、えー、今回は最も一般的だと思われる、えー、飛び始めから終わりまでですねを連写でずっと撮影した数百枚のデータの、えー、扱い方についてお話しします。えー、まあ、初心者から中級者向けになると思いますね、えー、まず基本で。すが最初に とにかくたくさんのホタルで埋め尽くしたいというような場合、まずはすべての画像を比較名合成させてやると思います。まあ、その場合は数百枚のデータになるので、まあ、わざわざフォトショップでやる方は少ないかなと思われます。比較名合成専用のフリーソフトがいろいろ出ています。まあ、お好みで何を使ってもいいんですけど、定番になっているのはキクチマジックとか シリウスコンプあたりかなと思います私も長くシリウスコンプを愛用してます最近ですねシリウスコンプのサイトは文字化けしてますねなんででしょう事情をご存知の方いらっしゃいますかねまあとりあえずダウンロードはできるようです私が使っている関係上シリウスコンプを使ってお話をしますが基本的にはどんなソフトでもまあ処理に変わりはありませんねまずですね シリウスコンプの使い方です。まあ、ちょうどサイトが見えないのでいいかもしれませんね。シリウスコンプの基本設定ですね。シリウスコンプを起動させたら、基本設定タブで設定を行います。でまず読み込みファイルですが、JPEG もしくは TIFF のフォーマットを選びます。RAW も使えるんですけど、まあ、ほとんどの方はこちらを使っていると思いますえ。私も撮影データは全部 RAW なんですけど、 まあ、よほどのことがない限り、ライトルームで一括現像をしています。それを指定してますね。まあ、こだわらなければ最初から JPEG で撮影してもいいと思います。で、ダークフレームですけど、こちらはなくても OK ですね。まあ、あれば指定すればいいでしょう。えー、保存先ファイル名ですね、えー。書き出すファイルの保存先とファイル名を指定します。まあ、ここは指定しないといけないんですけど、 まあ、特に問題なければ、このデフォルトで設定されているアウトプットコンプっていう名前でいいと思います。まあ、変える方は変えればいいと思います。でシリウスコンプは、えー、動画作成機能がありますで。動画作成のパネルですね。基本設定が終わったら、えー、動画作成タブをクリックして設定を行います。まあ、シリウスコンプの便利な特徴の一つがこの動画作成なんですが、 動画が必要ない方はここはもう無視してくださいね。フレームレートの設定をしますで。多分デフォルトでは15コマ秒になっていると思いますが、まあ、動画のフレームレートになるので、まあ、24とか30とか、まあ、そのあたりがいいかもしれませんね。まあ、そこはお好みで設定してください。動画作成モードですね。こちら「標準」っていうのが通常の、まあ、タイムラプス動画ですね。あの連続モードです。 比較名合成っていうのは、奇跡が残りますね。残像レベルっていうのがあると思いますけど、この数値が大きいほど、奇跡の残像が長くなります。まあ、これもね、まあ、やる方はお好みでいろいろやってみてください。ちなみにこれが90ですね。まあ、星でも使ってみたら面白いんですけどねで。動画縦サイズっていうのがあります。書き出す動画の縦サイズを設定します。 で縦サイズを指定すると元画像の比率を保ったまま自動的に横サイズもリサイズされますね。えなんであの一般的なデジカメ写真を、えー、フル HD とか 4K とかの動画サイズに指定してトリミングするような機能はありません。えそこはちょっと気をつけてくださいね。で各種設定が完了したら、えー、この4画像ファイルを指定して比較名合成これをクリックして 処理したい画像を全て選択してやると処理が開始されます。で動画ファイルっていうのは比較名合成された画像ですね。デフォルトでアウトプットコンプっていう画像と一緒の場所にアビファイルとして書き出されます。このアビっていうのもちょっともう一つ不便なんですけどね。シリウスコンプの説明でしたがここからが本題です。全てを指定して比較名合成して それでもう結果が満足であればそれはそれでもちろんいいんですけど一般的にはなかなかそうきれいにもいきませんまあこれには主に4つぐらいの原因があるかなと考えていますそれぞれ説明して対処してみましょう1番最初の頃が明るすぎるってやつですねホタルの飛び始めの頃はまだ白明が残ってて最初の方のコマは30秒固定にしちゃうと まあ明るすぎるんですよね。まあ、深夜型のホタルはまた話が別としてね。対処としては2種類あって最初の方の明るすぎるコマはもう加算しないこと。加えないことですね。もう一つは、えー、明るいコマを暗くあの現像処理してから加えることですね。まあこの2つが考えられます。まあこれは説明はいらないでしょうね。えー、誰でも考えると思います。 2番、ライトなんかが入ってしまった。まあこれも明るすぎるコマっていうことで、まあ、比較明合成ですから、明るいところはもろに入ってしまいます。ライトを点灯してしまったり、まあ、点灯されてしまったりですね。車のライトが入ってしまったり、いろいろあると思います。この対処としては、まずそのコマを外すことですね。1コマ30秒あれば、多分1コマですよね。間違って入った場合。 ひどくても二コマぐらい外してやれば、えー、大丈夫です。で、明かりがごく部分的、えー、照らされているだけであれば、その明るい部分を、えー、黒で塗ってしまうという手もあります。えー、比較明合成の基本がわかっている方なら、まあすぐ思いつくと思いますけど、えー、黒で塗った部分が黒に見えてしまうことはありません。ホタル以外を塗りつぶしてやってもオッケーです。わかりますかね？ え、姫ボタルの場合は、数が多いと連続性が問題にならないので、そのコマを外しても構いません。えー、星の奇跡だとコマを外すと連続性が失われるので、あの、点線になっちゃいますよね。可能な限り、不要部分を黒塗りしてでも全部使いますけどね。まあ、ホタルの場合はまあ、いいかなと。3番。 枚数が多すぎて、えー、まあ明るくなったりノイズが増えたりしますよね。まあ何百枚とありますんで、えー、比較名合成なので明るい部分がちょっとでもあれば採用されるわけですね。で、膨大な枚数になると、まあ、結構細かなノイズも採用されていってですね、えー、問題になります。えー、思ったより明るくなりますしね、ホタルの数が膨大でもう完全に埋め尽くされるんであれば、 これはあまり気にしなくていいと思いますホタルで消されちゃいますからね現実的には特に最後の方ですね、えー、ホタルの光終わりの方まあかなりホタルも少なくなって一コマ目に一匹も入ってないとかね入っててももはや影響ないくらい少ないっていうコマ,をコマがありますよねそういうコマは外しちゃいましょう数を減らしちゃうわけですね枚数を減らす効果もあってノイズも少なくなります えまあ、ただですね私の立場で一つ言っておきたいのは途中のコマを外したりすると連続性が失われるのでえネイチャーフォトではなくなくると思ってます。まあ、ただそこまで厳密にネイチャーフォトを考えてる人はほぼいないと思いますしえネイチャーフォトだと主張しなければ何の問題もありません。まああまり気にしなくてもいいでしょう。え比較合合成成ををやってているるんでで、すが、多数のの写真を合成しているので ノイズが減って滑らかになると、まあ、誤解している人がいました。加算平均合成ではないのでそんなことはありません。星の軌跡でも同じですけど、あむしろ汚くなりますねで。ホタルで埋め尽くすのではない場合、特にコマを選ぶことは大切になります。で4番ですね。風景が動いてる。風景その他動いてるものがある。と、えまあ、状況によるんですけど、 風が強かったりして、まあ、枝なんかがね、見苦しくぶれてたり、今の時期でしたら月明かりが入ってて、まあ、それが移動していくので、全体に明るすぎて、まあ、美しくなくなってるというような場合ですね。えー、これは、いわゆるですね、えー、前撮りっていうのをやってる人には無縁のことかもしれませんが、えー、真面目にですね、連続で撮っているとなかなか厄介な問題です。で対応は、 単純にやるんであれば、明るめの1枚を前撮り的にね、使って、あとは十分に暗くなったコマだけ使うっていうやり方もあります。まあこれだといわゆる前撮りと同じで、ネイチャーフォトとは言えなくなりますけど、先ほど言った通りですね、ネイチャーフォトにこだわりがある人はほとんどいないと思います。もっと真面目にやる場合は、かなり手間になりますけど、気になるコマの不要部分を 黒く塗って加えることですね。先ほども言った不要部分の黒塗りです。昔は私もやってましたが、まあ結構面倒ですね。あの、黒塗りってそのコマだけですよ。分かってると思いますけど、念のため。比較名合成ですから、えー、関係なくなるわけですね。まあ、こんな感じで比較名合成による数百枚の合成をま綺、あ、麗にしていくわけですが、もちろん全てを使って。 ホタルで埋め尽くすばっかりではありません印象的な一匹の流れを追ってもいいですし、まあ、少なめで見栄えのいいコマだけ選ぶということもありますよねカメラ雑誌キャッパーの6月号でもですねこのあたり少しご紹介してありますまあ、私個人的には姫ボタルは源氏ボタルなんかと違ってやっぱりまあ遠くであれば点近くであれば丸 で会ってほしいので、まあ、もうスピードで、ね、たまに飛んでるやついます伸びたり線になってしまうヒメボタルは、まあ、あんまり好きではありません個人的にですねそういう奇跡のものは省くというようなやり方をする場合もあります、まあ、さていかがでしょうかね全部連射で取って比較名合成するばっかりが n ではありませんが少なくとも全部取っておくと、まあ、後からいろいろと選択処理ができるので、まあ、汎用性というか 自由度は上がると思います特にファンタジックフォトにおいては多数のデータからさまざまな作品が生まれる可能性は高いのでやはり全部撮っておくのはおすすめだと思いますね。まあ、他のカメラで一枚撮りととかに挑戦すすればいいと思い思ますでこの膨大なデータからの後処理もいろいろ楽しんでくださいね。こういうのも楽しいです。それでは今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました。